タカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校で今日、卒業式が開かれました。卒業の日を迎えたのは、宝塚音楽学校の110期生39人です。おととし、17.3 倍の難関を突破し、入学した生徒たちは、2年間歌やダンスなど、舞台に立つために必要な基礎を学んできました。コロナ禍を経て、今年の卒業式は4年ぶりにマスクを外すことが可能になりました。卒業生たちは晴れやかな表情で卒業証書を受け取った後、舞台人としての決意を新たにしていました。多くの方々から注いでいただいた愛情、そして同期生との絆を大切に、清く、正しく、美しくの小林一三先生の教えを深く心に刻み、誇り高き宝塚歌劇団の生徒として精進してまいります。式では卒業生たちが4年ぶりに声を出して校歌を歌ったほか、恒例だった在校生から卒業生へのブーケの贈呈も5年ぶりに行われました。110期生は今月30日から宝塚大劇場で開幕する月組公演で初舞台を踏む予定です。